こんにちは。こんにちは。霊夢さん、こういうの聞いたことありませんか？にゃんこ大戦争は、無課金に優しい。無課金でも最後までクリアできる。そうね、インフレが少なくって、昔手に入れたキャラが、今でも強かったりするよね。今日は、それが嘘だということを証明したいと思います。え？嘘なの？そんなことはないと思うんだけど。動画とか見てても、基本キャラだけで難しいステージをクリアしたりしてる人いるけど。そうですね、確かにそういうこともできはするみたいなのですが。あれは何度もやり込んで、フレーム単位で出撃タイミングを調整するみたいな。頭のおかしい人たちの話なので、私のような一般人の場合、挑戦するステージに合ったキャラを、ガチャでいっぱい揃えるしかないんです。そのためには膨大な課金を行う必要が。つまり普通の人では、無課金で勝てないステージがあると。というわけで今日は、私が今、クリアできなくて詰まってるステージを紹介します。クリアの方法、アドバイスしてくれてもいいんですよ。それが目的じゃねえか。この暗い沼の底から、無課金で手に入れることができる、大ゾンビ、最強アタッカー、ネコックマが手に入るこのステージ。ゾンビステージならネコックマがあれば余裕だよという声もある中、そもそも、ネコックマを手に入れるための、このステージがクリアできないじゃないかという。強いキャラは、簡単には手に入れることができないってことね。強いのは、この川わっぱジュニア。攻撃が当たると劣化が発生。壁が消し飛んで近づかれてしまいます。攻撃力も高く、黒ダルもすぐやられてしまいますし。殴り合いをしようにも猫キャラにすら一撃です。確かにこれを見る限り、勝てる気しないな。断崖天使クオリネル。クオリネンの天使版です。ラーメン堂をはじめ、天使に強いキャラで構成していますが、クオリネルの後半に攻撃でやられます。カサギ像のゼロカムイも、かぐや姫のカオスムーンも、射程負けててやられます。クオリネルより後半にキャラを準備するしかないな。クオリネルの射程、1200で、それを超えるキャラ、全キャラ探してもいませんけど。ジャンフォレ火山、ステージ4。このフクロウみたいな恐竜獣、オールハズクが強いです。遠方範囲がとても広く、近づく前にやられます。実は近づけさえすれば、攻撃食らわないのですが、野生のワンコやセレブなどの取り巻きもそこそこ強く、やはり近づけず。移動早くて取り巻きも倒せて攻撃強いキャラ出せばいいんじゃない。そんなキャラいない。宇宙編参照、乱世運。ウルトラ命名はジミーの猫で撃破。その後のクマンチューの攻撃と、スター戦のワープ攻撃が強いです。お宝集めた方がいいんじゃ。それについてはその通りすぎる。レジェンドステージ、ケミカル長寿の竜。良き金がたくさん出てきます。黒ダルやキャスリー、ミタマがやられ、エイリアンに強い、メカコもやられます。仕方がないので最後に出した、黒ダルもやっぱりやられ。倒してるけど。あれ？勝ってましたね。レジェンドステージでクリアできてないのは、この後の、源泉に潜む者たちでした。ドリューとイルカが延々と出てきます。黒ダルやミタマも吹っ飛ばされて近づけません。数が減ると城まで近づけるのですが、またたくさん出てきて追い返されます。長時間の激戦を制されて心が折れる。制されちゃったか。チワワン伯爵。チワワン伯爵の3連続攻撃。100% 吹っ飛ばされるので、なかなか近づけません。攻撃当たれば簡単にノックバックできるのですが、そもそも近づくのが難しいです。3連続攻撃を耐えながら、少しずつ削っていきますが、最後は取り巻きのカンガルーを処理できず負け、というパターンがほとんどです。チワワンだけなら勝てると思うのですが、そりゃそうだ。というわけで今日は、私が今、手こずってるステージの紹介でした。同じところで手こずってる人はいらっしゃいませんか？ご指摘、アドバイスあればコメントで教えてください。高評価、チャンネル登録もお願いします。またね。